はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は朝倉未来のブレイキングダウン、またまた不祥事、格闘技業界を小馬鹿にする恥ずかしい行為についてです。ブレイキングダウンはいろいろと物議を醸し、この前はアウトサイダーとの対抗戦をするにもかかわらず、前田明さんに一言も連絡がなく勝手に進めていたことなど、また傷害事件が起こり警察沙汰になるなど、かなり格闘技業界の評判を落としているのが現状です。そこでまたまたやらかしてしまいました。これはエイワスポーツジムというムエタイのかなり有名な代表の中川さんがツイートしたものです。簡単に言うと、ブレイキングダウンに出た人がいるのですが、空手美女セリナっていう人がいまして、試合がムエタイの大会でしたいということでデビュー戦を行うことになりました。ただムエタイの試合ですが、12月にモデル活動で写真撮影があるので、無理無理くり肘なしでと言われ、体重も合わせ準備をしていたところ、いきなり試合前になってあまり乗り気がしないということで試合がキャンセルになるようです。このような美容院のキャンセルみたいな感じで試合がなくなろうとしているのです。明らかにおかしいと言えるでしょう。選手は人生をかけて試合に臨んでいます。それをただただ美容院の予約のようにドヤッターキャンしているのです。これは何かというと、あくまで僕の推測ではあるのですが、この美女格空手家セリナという人は、朝倉のみっくんがプロデュースすることが決まりました。ブレイキングドリームだと言われながらも、実は月額20万というしょぼい最低賃金ぐらいのお金でプロデュースするので、まあ言ってみたら金儲けの駒にされているのです。そして金儲けの駒にされた結果、このような事件が起こってしまいました。朝倉のみっくんとしては、美女格闘家を初プロ戦で負けさすわけにはいけません。無敗を貫いてブランディングし金儲けしたいのです。ですので元から決まっていたデビュー戦を破棄したのでしょう。言ってみれば、元から決まっていたにもかかわらず、ブレイキングダウンに出て朝倉みっくんのプロデュースで雇われたので、いきなり対戦がなくなったのです。まだ格闘業界では話題にはなってないのですが、僕の方にも少し連絡が来たので取り上げてみました。あまりにも金儲けのためにプロデビュー戦をなしにするなどありえないことです。ただ朝倉未来としては金儲けをしたいので、このような試合2週間前にキャンセルすることになったのでしょう。ちなみに吉成ノア選手という吉成選手の親戚と、和田セリナという空手美女の戦いです。もう朝倉のみっくんは今年に入ってからも、ライジンがフェザー級グランプリをやりたいと言ったら、やりたくない UFC と契約したいからだ、どう考えても UFC の契約などを取れないのですが、 YouTube 登録者数が200万人以上からあるからいけると言ってみたり、格闘技に今年はかけると言いながら海外修行だと言って、ただ単にハワイに行って相撲を取るだけで、実際はクリスチャン・リーのジムに押しかけ、 YouTube 撮りたいと言って断られたところ、スパーリングやりたいと言ってスパーリングし、ボコボコにされて帰ってきたのみで、そのことについてはクリスチャン・リー側は言っていますが、一言も触れていません。そして AJ マッキー、ピットブルとビラトール対抗戦がしたい、勝てるとは言っていたものの、もともと大晦日平本の蓮君にビールガブガブ飲みながら大晦日とか戦おうと喧嘩を売っていたにもかかわらず、いきなり榊原さんが本気にして AJ マッキーやピットブルーを大金をかけて呼んできたところ、頭が痛いと逃げるような、格闘技家としては恥ずかしい行いをしています。そしてブレイキングダウンにしても、お世話になったアウトサイダーの前田明さんに連絡もせずに勝手に使い、苦言を呈されていました。このように格闘技業界に迷惑ばっかりかけているのが、今回は自分が儲けたいからといってプロデビューが決まっていた格闘家を急遽辞めさせました。このような格闘技業界に迷惑かける行為はもうやめてほしいと思います。堀口恭司選手が朝倉のみっくんのことを、格闘技のできるビジネスマンと言っていましたが、もうそれすらなく、格闘技を悪用し晴れ儲けに走るただの金の亡者になり下がってしまいました。勝手にしてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日は10時からライブ配信します。それではさよなら。